天皇皇后両陛下の長女、愛子さまが学習院大学の卒業後に日本赤十字社に就職することを選んだ理由や結婚観などについて文書で回答されました。愛子さまは卒業後の進路として、進学ではなく就職を選んだ理由を回答するにあたり、まず皇室の役割について触れ、皇室の役目の基本は、国民と苦楽を共にしながら務めを果たすことであり、それはすなわち、困難な道を歩まれている方々に心を寄せることでもあると認識するに至りました、と綴られました。その上で、友人からボランティア活動の様子を聞いたり、大学で福祉の授業を履修する中で、大学卒業後は社会に出て、福祉関係の仕事に就きたいという思いを抱くようになりました、としました。そうした時期に両陛下と日赤の企画展を訪れ、展示や説明を通じて日赤の災害救援活動や社会福祉事業など多種多様な日赤の活動について理解を深められたということです。そして、社会に直接的に貢献できる日赤の活動に魅力を感じた、と日赤を就職先に選んだ理由を明かされました。皇室の行事に関して愛子さまはこれまで学業に支障のない範囲で出席されてきました。その中でも、新年の校書はじめの儀や宮殿でケニア大統領夫妻との昼食会を振り返り、ニュースで間接的に拝見したりするだけであった行事に自分が参加しているということに、成年皇族としての実感が湧くと同時に、誠意を持って臨まなければならないという気持ちを持つようになりました、と述べられました。また、愛子さまは先月、伊勢神宮の参拝など初めてとなるお一人での地方訪問を終え、安堵いたしました、と心境を明かされました。その上で、行った先々で多くの方々に温かく迎えていただいたことに感激し、非常に印象深い訪問となったことを心からありがたく思いました、と振り返られました。今後の皇族としての活動については、今までよりも増えることになるかと思います、との認識を示し、周囲の方々の理解と助けをいただきながら、それぞれのお務めに誠心誠意取り組んでいきたいと考えております、と抱負を述べられました。また、結婚観については具体的には触れず、一緒にいてお互いが笑顔になれるような関係が理想的ではないかと考えております、とし、両親のようにお互いを思いやれる関係性は素敵だなと感じます、と綴られました。さらに、これまでに心を動かされる出会いがありましたか、という質問に対し、これまでの出会いすべてが心を豊かにしてくれたかけがえのない宝物であり、深く感謝しております、と回答されました。また、皇族数が減り公務の担い手が少なくなっていることに関して愛子さまは、皇族の数は以前に比べて少なくなってきていると承知しております、とした上で、安定的な皇位継承をめぐる議論については、制度に関わる事柄につきましては、私から発言することは控えさせていただければと思います。述べるにとどめられました。そのような中で、愛子さまは内親王として、一つ一つのお務めに丁寧に向き合い、天皇皇后両陛下や他の皇族方をお助けしていくことができればと考えております、と綴られました。